はい、スティーラーズファンの皆様、こんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回はリーグワン第13節、埼玉ワイルドナイツ戦のメンバー考察となります。今日はですね、ちょっと僕の都合で撮影ができなくてですね、音声だけとなりますが、まあ、誰も僕の顔見たいとは思ってないと思うんですが、でも僕はですね、やっぱり顔を出して喋りたいと思ってるんですよ。やっぱり顔を出さないでネットで悪口言う人とかいっぱいいるじゃないですか。僕はああいうのね、ほんと嫌いで、まあ、この顔を出して、顔をさらして喋るっていうところにこだわりを持ってたりね、実はするんですけど、まあ、そんなことはどうでもよくてですね、今日も張り切ってスティーラーズの話をしてまいりましょう。第13節、ワイルドナイツ戦のメンバーはこちらですが、これ今シーズンベストメンバーじゃないですかね。まあ、確かに小滝とグー君いないのは気になりますし、あとロックにシカリング選手がいないのも僕はちょっと物足りないなとは思うんですが、でも今シーズンベストメンバーじゃないですかね。これは9番中島選手来ましたね。この大事な天王山で9番任されるっていうことは相当期待されてると思うんで、まあそういうことですね。これからの神戸の9番は中島大輝だと、まあ、それだけのもんね、中島選手持ってるんでね。そして21番に日和選手がいるっていうのも本当に心強いですね。というかこの試合一番勝ちたいって思ってるのは多分日和選手だと思うんですよね。サントリー時代含めてこんなにこう不甲斐ないシーズンってあんまりなかったと思うんですよ。この試合日和選手も気合入りまくってると思うんで、後半出てきたらめちゃくちゃ応援しましょう。そしてなんといっても23番ベン・スミス、まあこの人じゃないですか。この試合は、まあ、バックスだったら大体どこでもいけると思うんで、リザーブにベンダーいるとめちゃくちゃ心強いですね。まあ、確かに合流して間もないですけど、まあもともとねスティーラーズにいて、まあ半年ぐらい前までいたわけですから、まあ問題ないと思いますね。いやめっちゃ楽しみですね。恒例の体重やら身長やら見ていきましょう。フォワードの合計体重、神戸が876キロで、ワイルドナイツが875キロ。うん、ほぼ一緒ですね。そして身長、合計身長はいっか。平均身長がですね、神戸が 188.2 センチ、ワイルドナイツが 191.4 センチということで、平均身長にして3センチぐらい、ワイルドナイツの方が大きいですね。まあ、計算してて思ったけど、ワイルドナイツ、高身長の選手揃ってますね。ジョージ・クルーズ選手もいますし、まあ、敵ながら、やっぱりワイルドナイツのメンバー見ててワクワクしますね。そしてここ一番計算して面白かったんですが、平均年齢が神戸 29.2 歳と割と神戸にしては若いんですが、ワイルドナイツなんとスタメンの平均年齢 27.6 歳、若いですね。あの若さであの強さですよ。来年も再来年もその次もずっと強いでしょこれ。まあ平均年齢だけ見るとちょっと神戸の方が高いですけど、でも若手の選手も孫慎とか大活躍してますし、こうベテランと若手がうまくミックスしてきたので、まあ神戸はすごいワイルドナイツにはない巧みな試合をね見せてくれると思うんで、まあこのね体重とか身長とか年齢とかだけでは何とも言えないですけど、どっちのチームも伝統ありますけど、伝統のあるプレーを神戸どんどん見せてくれると思います。そしてこの試合注目ポイントですが、まずですね、僕気づいたというか皆さんも知ってるんですが、アウェイまだ1勝しかしてないんですよね。2月6日の柏の葉であったグリーンロケッツ戦、あれしかアウェイでは勝ってないので、アウェイ2勝目なるかっていうところがまず一つの注目ポイントになるなと。まあそんなにラグビーってホームアドバンテージあるかないかちょっとあまりないかもしれないんですけど、それでもやっぱりね、ホームの方がやっぱりやりやすいじゃないですか、きっと。なのでアウェイでまず勝つっていうのも、まあ今シーズンもですけど、来年再来年見据えて、まあ大事になってくるかなと。アウェイでワイルドナイツを倒すってやっぱすごいですよ。熊谷で負けないじゃないですか彼ら。うん、だからもう熊谷でワイルドナイツをぶっ倒してやりましょう。そして注目ポイントに、まあ最初の方にも言いましたけど、今季ベストメンバーで最強チームに勝てるか、まあどの程度やれるか、まあこれはすごく注目ですね。というかこのベストメンバーで負けるというか、まあ不甲斐ない試合をしたらもう今シーズンは諦めるしかないと思いますね。もう、まあ、シーズン開幕したばっかりのあのイーグルス戦とか交流戦のサンゴリアス戦とか、まあああいう試合しちゃったらこのメンバーで、まあもう無理です。何やっても無理だと思います。なのでベストメンバーでもう今シーズンベストのプレーを見せてもらいましょう。先週の試合は正直80点ぐらいだったなと思ってたんですが、まあ本当ベストメンバーなんで95点から100点ぐらいの試合を見せてほしいですね。そして続いてはですね、まあやっぱりこう終盤にワイルドナイツは強いって言われてるというか皆さんご存知だと思いますが、その終盤強いワイルドナイツを、まあ前の試合でも最後の最後にね逆転負けしちゃったんですけど、終盤どう戦うかっていうのがやっぱり注目
ポイントだと思うんですが、リザーブに若手の最前列の選手入ってるので、松岡選手、前田翔選手、まあ、この最前列の2人が後半選手交代して一気にエンジンかけてくるワイルドナイツとどこまでやれるかっていうところにすごく注目しています。前田翔選手、2戦連続ですね。すごいですね、新卒で。これはもうすっごい期待されてて、すごいいいんだろうね、前田翔選手。まあ、スタメンのヤンブーさんももちろんすごいですけど、交代してね、フレッシュなパワーでワイルドナイツからもうコラプシング奪ってやりたいですね。それからリザーブにはベンダーとティムもいるんで、バックスも強いですし、終盤の戦い方っていうのを多分チームでも練ってきてるとは思うんで、この試合はどっちかというと前半よりも後半の、しかも終盤の方に山場が来るんじゃないかなと思っています。なので終盤注目していきましょう。試合当日、熊谷のお天気は曇りのち晴れで、最高気温18度、いい観戦日和になると思うんですが、まあ、ちょっと天気予報変わるかもしれないですね。一昨日ぐらいまで雨模様だったりしたので、どうなるか、まあ晴れてほしいですが、降水確率 40%、微妙ですね。まあ、皆さんてるてる坊主作りましょう。そして予想スコアですが、21対20、1点差で勝ちましょう。なんか大差で負けるのも悔しいけど、1点差で負けるっていうのも悔しいと思うんですよ。まあ、ボーナスポイント取るっていうよりは、もうここは最強チームを倒しましょう。この試合は、まあ、熊谷関東っていうことでもちろん見に行きます。ワイルドナイツさんがですね、スティーラーズのファンクラブ向けにもチケットの優先販売してくれたので、そこで取りました。ありがとうございます。バックスタンドの前から2列目なので、熊谷のバックスタンド前から2列目だったらめちゃめちゃ近いですよね。いや、めっちゃ楽しみです。いい写真もいっぱい撮りたいと思います。今度こそ橋本ジュニアの写真いっぱい撮りたいと思います。ちなみにですね、J スポーツの解説、みんな大好き、後藤翔太さんです。結構ね、ラグビーファンの方って、生観戦してもその後帰ってから J スポーツで見返す人結構いるんですよね。僕もそうなんですけど、そのね、もう一回見返す試合の解説が後藤翔太さんなので、僕はすごい嬉しいですね。これ本当にね、大西さんと後藤さんの解説は別格ですね。もちろん J スポーツでリアルタイム観戦する人も一緒に楽しんでいきましょう。ということで、13節ワイルドナイツ戦のメンバーを見ていきました。まあね、やっぱり多くの神戸ファンの方が、まあ、熊谷までは見に行けない、神戸で家で J スポーツで見るっていう人多いと思います。皆さんの分も、熊谷で応援していきたいと思いますので、まあ、スポライブで応援とか、まあ、家だったらね、大声出して応援できるんで、この試合も、まあ、敵はめちゃめちゃ強いですが、全力でみんなで応援していきましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。絶対にワイルドナイツぶっ倒しましょう。それでは、レッツラグビー！三浦さんに怒られるかな、これ。